の正面のあたりと右の後方の海岸線とは全く違った気候帯になっている。徐々に変わっていく様子が分かりになると思います。19号線沿いにおじがたくさんと立っております。あれは最近パーカー牧場が土地を売却し、そしてワイメアの町自体を大きくしようとしているのです、はい。これから入りますワイメアという町は牧場の中にある元カーボーイたちの町、それが